今日午前10時半に始まった平尾台の野焼きには市の職員やボランティアなどおよそ280人が参加しています。火は風にあおられながらゆっくりと燃え広がり、枯れ草に覆われた大地を黒く染めていきました。 3.4 平方キロメートルに及ぶ平尾台の野焼きは害虫の駆除や山林火災の防止、それに新芽の成長を促すもので、春の訪れを告げる風物詩として江戸時代から続いています。野焼きは午後5時までの予定で、例年茶ヶ床園地で開かれる特別見学会は新型コロナの影響で中止となったため、平尾台自然の里から観覧できるということです。